こんにちは、ワールドリエタスです。はい、秋ということでね、メイクも新調される方がいるかと思うんですけど、今日はそこで秋のメイクを紹介したいと思います。こちら、じゃじゃん、ケイトトラップインパクトアイズ GN1 グリーンですね。はい、カーキですよ、カーキ。カーキ、あ、映ってる？映ってるね。カーキです。はい、私カーキ大好きで、秋とかじゃなくても服に使うんですけど、今日はこれを使っていきたいと思います。もう目元はやってるので、あ、違う、ベースはやってるので、もうつけていきたいと思います。まずブラシに、この一番上のね、ちょっとベージュみたいなカラーを取ります。で、アイホール全体に伸ばしていきます。ラメ感がすごい綺麗。はい、すごいね。これはやっぱね、寒い季節はね、目元とかラメ感があった方がいいですよね。はい、ちょっとアイホール広めに、もうまぶた全体ぐらいの、眉下ぐらいまでちょっと乗せちゃって、ハイライト効果を狙いたいと思います。はい、次にお待ちかね、こちらのカーキ色ですね。カーキ色をさっきよりもちょっと狭めに乗せます。こんな感じです、色。すごいね。ケイト、これ1600円ぐらいだったんだけど、すごい優秀だな。そしたらば、付属のチップの細い方で、この濃い茶色？焦げ茶みたいな色を、目の際に引いていきます。したらね、目尻の、目の下の目尻3分の1にも同じく引きます。はい、こんな感じで、一回ちょっとブレンダーブラシで境目をぼかします。ピッ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 。そしたら次、このホワイトカラーを目頭にちょっとつけます。つけたら真ん中空いてます。真ん中にここのゴールドのカラーを入れます。目元のアイカラー、こんな感じです。はい、アイライナー、今日使うのはボディショップのスキニーシンフェルトアイライナーです。スキニーシンっていうだけあってね、ちょっと先が細いです。はい、今年のアイライナーは7度上げ5ミリ伸ばしっていうのが流行ってるみたいで、ちょっと7度上げて5ミリ伸ばしました。で、最近見つけて面白いなって思ったのが、結構私とかだと二重がここまでしかないんですよ。ここまでないの。こっちもそう。ね、途中までしかないの。で、それを書き足すと目力アップっていうことで、これです。じゃあまたケイト様なんですけど、ケイトのダブルラインフェイカー。で、これは極薄ブラウンって書いてあるんですけど、こんな感じ、すっごい薄い茶色です。これを二重の幅をね、細く書き足していきます。はい、
こんな感じ。こっちと全然違う。ほら。ね。すごいでしょ、これ。そりゃ目力はアップしますよね。しかも閉じた時とかもね、まあ、よく見ればわかるけど結構自然なの。ね？すごいでしょ？で、これ涙袋もかけるみたいなんで、涙袋をね、ちょっとね、できるだけ細くなるようにね、書くとね、ほら、涙袋ぷっくりするんですよ。すごくない？これ。すごいですよね。で、下、私上ちょっと松エクがまだちょっと残ってるので上はやんないんですけど、下は、ま、ケイトのねラッシュマキシマイザーの下地をつけてマスカラをつけます。はい、この下地はすごい繊維がいっぱい入ってて、マスカラを塗りやすくしてくれますね。すごいお気に入りで、これももうずーっと使ってる。ずーっとこんな感じでね、繊維がねぼっそり入ってんですよ。ぼっそりね。で、マスカラはじゃんじゃん、ボディショップのビッグカービーマスカラウォータープルーフを使います。これは、すごい落ちないです。すごい落ちないの。こんな感じの、あんまり毛は長くないコームなんですけど、これをね、つけるとね、すごい落ちないんですよ。逆にクレンジングが大変っていうのはあるんですけど、すごい落ちないからずっと、あ、拭きで、使ってますよ。こちらはすごいですよね。うん、こんな感じです。そしてチーク、チーク今日はねやっぱカーキと相性がいいということでオレンジ系のチークを使っていきます。使うのはジルスチュアートミックスブラッシュコンパクト N、こんな感じの色です。オレンジ、黄色、赤、ピンクみたいなね。すごいサーカスみたいな感じなんですけど、これをブラシに、オレンジと赤の部分をちょっと取って、入れていきます。で、私はちょっとシャープな印象がいいので、ちょっとね、こっちに流す感じ。ここには乗せて、ここに動かす感じです。丸くつけるとふんわり可愛らしい感じになって、縦に伸ばすとシュッと見えたりね、クールに見えたりとかするみたいですよ。はいはい、可愛い色ですね。そしたらここの黄色のカラーをまたブラシに取って、ちょっとハイライト感覚でここの高く見せたいところにのせます。ちょっとパールが入ってるのでね、お肌明るく見せてくれるかな。うん、あとはここですね、ここ、もういい。うん、ツヤ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 が出ますね。はい、で口リップ。リップは、今日は使うのはね、アナスイのリップスティック G650 番。かわいいですね、ケースとかね。星型だったんですけど、ちょっと使ってるうちに星じゃなくなってきちゃった。オレンジです。ラメが入ったオレンジみたいな。これはつけていきます。うん。安定のローズの香り、はみ出しちゃった。うん、これぐらいつけたらグロスを重ねます。めっちゃめちゃ好きなこれ色があって、
エスプリークルージュスティックステイマジックオレンジ231番じゃーんじゃーん、こんな色です。こんな色、やっぱね、ステイマジックっていうだけ、ステイマジック、ステイマジックっていうだけあってね、色持ちはすごくいいです。なんかつけたては取れやすいんです、取れちゃうんですけど、時間たつと定着してくれて、こんな感じです。オレンジリップ、うん、はい、こんな感じでね、秋のカーキメイクをが終了しました。いかがでしょうか。一気に秋っぽくなったかな。はい、ちょっと髪の毛が、はい、こんな感じです。色は綺麗、綺麗。これぜひね、新色って書いてあったんでね、ぜひ使ってみてください。皆さん、ケイトトラップインパクトアイズグリーン1番、はい、これはおすすめです。かわいい。これは秋の洋服とかにも合わせやすいですね。よかったらやってみてください。バイバーイ。